1月25日、松山市市坪西町のアクアパレット松山で、松山市小学校総体の水泳の部が行われました。これは市内の小学校児童に日頃の練習成果を発揮してもらおうと、松山市教育委員会、松山市小学校体育連盟が毎年行っているものです。種目は東ブロックと西ブロックに分けて、50メートルの自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、100メートルの自由形、平泳ぎ、150メートルのメドレーリレー、200メートルのリレーを競い合いました。この日はおよそ1400人の児童が参加しました。今年は愛媛国体愛媛大会の年でもありますので、模範囲で準備総立選手の経験で泳ぎを見てもらいましたので、これからまたオリンピック選手などが出ることを期待しております。1位を取れて、水泳部でいろいろなことを練習して、それを生かせたのでよかったです。 0. 何秒差でも早く泳げて1位になれたのでよかったです。寝る前にストレッチや体をよく動かしていたので、それでよく動きたと思いました。多くの学校の児童が集まるこの大会で、選手らは懸命に泳いでいました。